大谷翔平は6回9安打5失点で今季2敗目。アストロズ6、2エンゼルス、日本時間3日、ヒューストン。エンゼルスの大谷翔平投手は2日、日本時間3日、敵地アストロズ戦で今季2敗目、5勝を喫した。今季初めて1番、投手、で投打同時出場したが、6回9安打5失点で降板。4者連続を含む6三振を奪ったものの、2被弾が響いてしまった。試合後、フィル・ネビン監督は、初回に3番アルバレスに先制ツーランを許した1球に、いいスイーパーだったけど、直前に失投を投げてしまうと、2球目の失投を逃してくれることは少ない、と反省を促した。本塁打を許した1球は、良くないところに投げてしまった。球種の選択についても議論しなければいけない、と配球についても言及した。今季15本目のアーチを書いたアルバレスは、球界屈指の速球が得意な打者だが、大谷翔平、よりいい速球を投げられる投手は少ない、と大谷翔平の球威に自信を覗かせた。被弾した1球は、速球を投げるべきだったとは言わないし、間違った球種だったとも言わないけど、制球と球種選択は、打者を抑える、鍵になる、とバッテリー間で呼吸を合わせることを望んだ。ただ、捉えられた変化球にも絶大なる信頼があった。スイーパーの空振り率と被安打の数字を見るといい意味で驚く。145回のスイング中、4回しか打たれていない。たまたま、その4回のうちの3回がホームランになっただけだ、と指揮官も仰天。大谷翔平の投じるスイーパーは、球界最高の球種の一つだ。数字を見てほしい。何球か失投になっただけだ、と目線を上げた。さらに指揮官は、前回登板は、スプリットを多投して効果的だったけど、今日はあまり見なかった。試合の終盤になって使用頻度が増すことが一般的だけど、今日はスプリットをあまり投げなかった、と指摘。次回登板での修正が期待される。2敗の大谷翔平を軽視するべきではない、抜群貢献度にファン擁護、ミニスランプ。大谷翔平にファンから、擁護、の声。アストロズ6、2エンゼルス、日本時間3日、ヒューストン。エンゼルスの大谷翔平投手は2日、日本時間3日、敵地でのアストロズ戦に先発登板し、6回9安打5失点で今季2敗目、5勝を喫した。今季初めて1番、投手、で投打同時出場。4者連続を含む6奪三振をマークしたが、2被弾が響いた。敗戦投手になった大谷翔平だが、ファンからは日頃の活躍から、擁護、の声が上がっている。SNS 上では様々な見解が上がっており、エース格の投手と先頭打者を同時に見つけ出すことは難しい。今日悪いピッチングをして、ミニスランプなだけで、大谷を軽視してはいけない、と、2人分の戦力として認識しているファンもいる。さらに、大谷の今季2敗は、ワールドシリーズを制覇したチームが相手で、対戦相手はサイヤング賞候補のバルデスだ。失望する理由には全くならない、と、抜群の貢献度を尊重するファンもいた。また、新戦力の獲得について言及している声もあるが、エース格の投手を獲得するにはお金がかかる。大谷がチームにもたらしているものを軽視するべきではない、大谷がチームの足を引っ張っていると考えている人に対しては笑いが止まらないよ、など、大谷翔平の絶対的存在感を唱えるファンが目立った。誰かと比べてはいけない、通算563本塁打の MLB レジェンドも大谷翔平を絶賛謙虚で一流、と人格も評価。メジャー6年目を迎える今季も大谷翔平、エンゼルスは投打で周囲の度肝を抜くパフォーマンスを続けている。現地5月31日のホワイトソックス戦では、通算127勝の名投手ランスリンから2打席連続となる特大アーチを記録。敵地のファンからも大きな歓声を浴びた。現球界で唯一無二の二刀流を貫き、尽きない娯楽を提供し続ける。そんな日本の傑物には往年のスターも舌を巻いた。現地6月1日に敵地で行われたアストロズ戦に来訪した元ヤンキースのレジー・ジャクソン氏は、彼、大谷翔平、を誰かと比べてはいけない、と絶賛した。格言ジャクソン氏もメジャー史に残る大スターだ。70年代にヤンキースなどで活躍し、MVP1 回、通算563本塁打を記録。1977年のワールドシリーズでは3打席連続本塁打を放ち、ミスター・オクトーバーの愛称で多くの野球ファンに愛された。そんなレジェンドにとっても、大谷翔平は別格なのだ。米スポーツ専門局、FOX スポーツの取材に対し、自身が考える二刀流選手の凄みを口にしている。大谷は誰とも比較できないことをやっている。例えば、ある打者や、ある投手と比較しても大谷と同じことをやっていたのはベーブ・ルースだけだ。私は彼とも比較すべきではないと考えるよ。
確かにルースはワールドシリーズでの活躍や、時には完封などもあった。だけど、大谷はとにかくマーベルなんだ。とにかく脅威、マーベル、と大谷翔平を独特な表現で称えてみせたジャクソン氏は、さらに、正直に言って、彼にどんな金額をつけるのか想像もつかない、と吐露。人格も含めた価値について、こんな選手は見たことがない。大柄で強靭、それでいて若々しくて上品で、横柄なコメントもしないし、謙虚で、本当に一流だと思う、と褒めちぎった。レジェンドスラッガーをして、ここまで言わしめる。この事実こそが大谷翔平の凄みを如実に物語っている。